はい、おはようございます。釣り子 TV です。春の釣りに向けて糸を整理していたわけなんですけども、自分が大好きな糸がですね、このシーガーのクロロマイスターシリーズね、これが安くてまあいっぱい入っていてね、であと強度もバッチリでお気に入りで使っているんですけど、まず10ポンド14ポンドで16ポンド、これね一番よく使う番手なんですけど、カラッケツになっちゃったんですよね。あの注文しているバンタム MGL、 あれが16ポンドラインを 100m 負けるよっていう仕様で買って、でまあ届いたら速攻でフロロマイスターをぶち込んでやろうと思っていたところ、肝になるですね16ポンドが今在庫ゼロになってしまったんで、 Amazon でですね注文しました。はい、というわけで、はい、16ポンドまた16ポンド最後にもう一個16ポンド、はいね、これ美しいでしょう。フロロマイスターがボビンがたくさんありますというわけで、16ポンドのねフロロマイスターを240、480で720メートル、720メートル分ね、ゲットしました。でこの10ポンドラインまだね全然巻き替えてないんで、320メートル、これで1キロね、総延長1キロで、1.3キロ、はい、14ポンド何回か使ったから、まあ1キロ200ぐらいですかねこれだけあればもうしばらく大丈夫でしょうっていうことで、糸の準備が整いました。これね、まあボビンはボビンで、またあの使わなくなった P ライン巻いたりするのに使ったりするんで、まあこれはねあの捨てないで取ってあるんですけども、というわけでですね、この16ポンドがね結構自分の行く釣り具屋さんで、14ポンドとか20ポンドとか、あと10ポンドラインはね結構店頭にあるんですけど、なぜかあの16ポンド最近人気なんですかね、これだけ店頭に、並んでなくてですね、そんでもってこうAmazonでポチッとなして、でまあ1個だけ買うのなんだしなと思って数量3にしたら、もうだいぶ大満足の、ね、こんだけの、糸が届きました。これでしばらく、遊べるんじゃないかなと思うんですけども、こういった感じでブルーフラットとか投げるのに使ってるこう内物用に、この海用のエクセンス DC とか使ってるんですけども、これなんかもフロロマイスターの、16ポンド入れていて、でこれ最近巻物なんかでよく使っているアブのパワークランク5ギアヒローギアのモデルね、これなんかもフロロマイスター入れてるんですよね。結構太い番手はですね、このフロロマイスターシリーズが非常に使いやすくてお気に入りで使っているんですけども、まあまず持って安いね、ネットなんかだと最安のところだと1100円なんてのもありましたけどね、まあ大体1200、300円、1500、600円まで考えると、この 240m 巻きのフロロカーボンラインが安く買えるっていうことで、どうしてもやっぱり糸っていうのはちょっと生物っていう印象がありますんでね、 PE ラインとかは結構在存強度が高くてですね、しばらくまあ毛羽立つぐらいまで使っていても大丈夫なんていうのがありますけども、どうしたってこの、フロロカーボンラインとかナイロンラインっていうのはある程度使い込んだら、こうフロロカーボンはそんな吸わないけど、ナイロンラインなんかはなんか若干水を吸ったりして、ある時急にプッチンプッチンちぎれるようになりますからね。まあこれなんかは結構もう巻いてずっと使っててもまだ健康な状態ではあるんですが、ずっと使ってるとこう巻き癖がついてきたりしてね、コイルがこうくる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 なんて言って、ルアーのアクションさせづらいよなんていうことにもなってきたりしますからね、まあそんな時に巻き替えたりするわけなんですけども、あとは結構深溝のスプールで糸大量に入れてはいるんですけど、これ減ってきたらね、こういう感じでちょっと減ってきたりしたら、LTX とかアブでいうとレボの LT とか、ああいった浅溝スプールのやつに
小分けに入れたりしてさらに使えたりしますんでね、まずはこういうちょっと糸いっぱい巻けるリールにちゃんと、フルで入れておいて、これがやっぱり一番飛距離が出やすい、投げやすかったりしますんでね、そんな感じで使っております。でどうしてもちょっと高めの糸とか入れるとね、こうやって買ったりしてると、あの糸2400円とか高かったからな、巻き替えんのもうちょっと粘ろうかななんていう時に、大概巨大なバスがかかって高切れを起こしたりですね、なんでそこで切れたなんていうところで弱っていて、切れちゃったりなんていうことがあるんで、まあある程度使ったらですね、つっても1回ごとに巻き替えるなんてことはまず絶対自分はしないので、だいたいそうですね、まあ糸が減ってきたらようやく巻き替えるぐらいのペースなんですが、それでも全然強度劣化っていうか、ずっとなんか健康な状態で使えてるんで、本当このフロロマイスターシリーズは使いやすいなと。まあでもこういう感じでだいぶね、巻きっぱなしだとこうくるくるってコイルの跡がなんていうんですかね、巻き癖がついてきたりするんで、こんな風になってきたらそろそろ交換しようかななんて思って、そういう時にこう 240m 入ってるんで、こう新鮮な糸に心置きなく巻き替えやすいっていうことで、このフロロマイスターシリーズですね、お気に入りで使っております。で結び目からすっぽ抜けたとかないし、あとは何にしても丈夫っていうイメージがあるんで、去年の年末なんかはギルフラットをどうやって釣れるのかななんて釣りしてて、50アップとかトズラッパラでかかったりしましたけどね、あれとか焦ってタモがちょっと遠かったんで抜き上げちゃったんですけども、そういう時も全然不安なくですね、船の上まで上げることができたっていうこと で最近のアラバマリグの釣りとかね、ああいう巻物の釣りなんかでも非常に不安なく使える。で16ポンドを使ってると結構ルアー回収できるんですよね。なんかクランクとか寝かかっちゃったとか、ビッグスプーン寝かかっちゃったとか、まああとアラバマリグなんかもね、立ち木にかかっちゃったなんていう時も16ポンドあって、そこまで、強力な針じゃなければですね、ゆっくり反対側まで行ってギューって引っ張ってあげると、針が曲がって回収できますんでね、そういった意味で14だと状況によっては切れることがあるんですよね。で12ポンドの10ポンドなんかだとほぼ切れちゃったりするんですけど、この16ポンドの糸使ってるとルアーが非常に快適に回収できるっていうことで、お気に入りで使っております。まあ、こんな感じでちょっと足りなくなったら、何ですかね、釣り具屋さんで買うようにはしてるんですけどね、今回は16ポンド全然なかったんで、アマゾンで探したら、いっぱい在庫ありましたんでね。で買った後に昨日ぐらい釣り具屋さん覗いたら、なぜか欠品してた16ポンドが釣り具屋さんにもずらーって並んでいたりして、なんでやねんと思ったんですけども、でもこれで3巻きね入手したんで、春先半年ぐらいはさすがにこれだけあれば持つんじゃないですかね。これで何が何でも16ポンドってわけじゃないんで、ここら辺のも使って14ポンド、何ですかね、その魚の状況とか、あとは飛ばしたいや近距離で攻めるとか、それによって変えるんですけどね、ちょっとぶっ飛ばしてね探っていきたいなっていう時は14ポンドにしたりすることもありますが、近距離でね、こうブルフラットの内物の釣りとかだとそんなに飛距離自分使わないんで、16ポンドでこのリールの飛びで十分釣れるところまで届いてくれてるんじゃないかな。で魚かけた後非常に安心だから16ポンドで、ちょっとベイトフィネスな感じの釣りですね。猫リグとかああいった、比較的ストレートで軽めのものを操る時とかはこの10ポンドとか、あとは12ポンドっていう番手も好きなんで、そういったのを使い分けて、でほぼスピニングの釣りなんだけど、ベイトフィネスの道具で投げれるからやっちゃおうかななんていう時はこの下の、8ポンドとか、使ったりするけども、基本はですね16ポンドが多いかな。でもうちょっとハイシーズンになったら結構14ポンド使う機会も増えてくるかななんていう感じで、その時の気分とか、あと魚の状況で使い分けたりしております。去年なんかはこの夏に1回
まあブルフラットとかああいった大きめのルアーで入れ食いみたいになった時、16ポンドライン使っていても糸のチェックが足りてなかったのか、ここぞっていう時にですね一回切られたなんていうこともありますんでね、そんな時はこの上の20ポンドラインね、そういったのもスタンバイしておくとより安全に魚が取れるんじゃないかななんて思いますけども、この裏にいろいろ番手が書いてありますからね、3ポンドから20ポンドまで結構ずらずらずらっとありますんでね。でなんか書いてありますね、リーズナブルなルアーフィッシング用フロロカーボンライン 80m 前マーキングシールにザメートル数を表示っていうことで、 80m ごとにですねこうここだよここだよって 80m ごとのマーキングのシールが貼ってありますんでね、それでまあなんていうか無駄なく効率的に使えるようなんてアイデアも満載の糸でございます。というわけで春先の釣りに向けて今糸を整理しているんですけども、だいたいそうですね、これでまあ使ってんのもあるから、1.2 キロ分ね、こんだけ糸があればまあ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 しばらく、大丈夫なんじゃないかなということで、本日はですね、大好きで使っている、シーガーのフロロマイスターね、これを追加で買ってきたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。